はい、えー、これこの動画を撮ってるのはあのー、日曜日の夕方なんですけどあのー、動画上がってる上げてるのは、えー、月曜日の朝に上がってると思います。はい、上げてると思います。えー、まあ、週刊所はね、あのー、もうビッシュが来なかったんで本当は諦めがついたんですけど、えー、まあ、 あの、カイザーバルが、狙ってたカイザーバルが来たし、で、まあ、悔いはないです。あの、新潟の方がね、あの、メインの方が、ちょっと畳を食らって、そっちの方が、ああ、失敗したなって感じなんですけど、あの、はい。で、最終、京都の最終は硬かったんですけど、えー、こう、500円貼ってない200円の方が当たるっていう、羽目になりましたね。 そこがちょっと下手くそだったんですけど、えー、で、以前、あの、えー、運命数についてやるっていう、カバラバ検術講座っていう感じで、運命数の方にやるって言って、動画を上げてなかったんで、あの、お約束通り、あの、こちらの方をちょっとお解説したいなと。これで、以上、運命数をやって、 すべ、えー、て僕が動画あ終了かなというあのカブラの、えー、説明に関してなんですで今日はその運命数ってやつです運命数をやりたいんですがはい運命数をやりたいんですがえー、っとまずは、えー、そうですね運命数で 騎手の場合はい騎手の場合をやろうかなとえー、ですから騎手の場合でまずやろうかなとえー、そうですね先に馬の場合ですね馬の場合をやります、えー、馬の場合を やりたそうですね馬の場合をやりたいんですが例にとるとマリアライトで。えー マリアライトであのやりたいと思うんですけど要するに画数を全部1桁になるまで足すってことなんですよねあの画数わからなければあの調べてもらえばだって出るんで、えー、1角2角3角4角までで濁点は濁点はですねあの2角半濁点が1角っていうことですね えー、そうこれで、えー、やっていけば出るのでえー、っとマリアライトの間がえマ、ー、リアライトの間が2、えー、角なのでえー、リが2、えー、角なのでアが2角なので えー、それかららが二画ですのででいが,、えー、が二画えとが二画なのでこれをすべて足しますえー、1 2 3 4 5 6 6十二2 1 2 12でええー、そうしますと12なので 1足す2イコールの運命数は3ということになります。マリアライトの運命数が3ということになりますね。はい。馬の出し方はそんな感じで、えー、問題なのは、 ジョッキーの場合、ですよね、えー、ジョッキーの場合、ジョッ騎手の,の場合の運命数の出し方なんですが、えー、こちら外人ジョッキーと、えー、日本人ジョッキーの場合は違ってきます、えー。外国人ジョッキーの場合ですと、外国人ジョッキーの場合ですと、 クリストフールメール機種・で、えー、取ってみたいと思うんですが、先ほどのですね、まあ、画数編でやると、えー、クが二角なので、で、理が二角なので、えー、スが二角なので、 と、えー、が二角なので FF、えーえー、があ一角ですね。F が一角。で、るが、えー、二角なのでこれは二目、えーえー、が、えー、二角です。で この横の棒線ですよね、カタカナの。これは一角なので、えー、そうしますと、えー、246、9と246、16、えー。これは1たす6で7、えー。クリストフル・メールは7っていうふうに、運命数が7ってな,になります。同、え、様、ー、にですね。 同様にえー、ミルコデムーロをやりますと、えー、同様にやっていきますそうするとえ三、ー、の三角の るが二画のおが二画の、えー、これがテが三角で、えー、楽天が二画なのでこれ五角ですね。でムがム、えー、がム、えー、が二画。でこの棒線が一画。えー、ろが三角。 と、えー、いうことでやっていくとそうすると512の、うん、6ですから18ですか、えー、だから 1+8 で9ですねミルク・デムール騎士は運命数が9だから今年9の年だからあの活躍がうかがえるのはそういうことです でそうしますと次は日本人棋士の例あの一人エビの棋士まず例にとってそれだけちょっとやりたいなと思ってますえー、っとですね日本人棋士の場合は漢字で漢字になっちゃうんですよねええー えー、指の正指の正えー、そうしますとこれええー、調べてもらえば分かるんで検索してもらって、えー、これ12画なのでええー、これが六画。 えー、これが五角なので五角、えー、それでこちらが十三角ですかねそうしますとあとは足すだけですそうなるとえー、っと12、えーまあ、と11を出す 23, 23の13ですから36と、えー、つまり36ですから 3+6 で9なので海老名棋士の運命数は9だから今年ねあの g 1でも活躍してるっていうのは運命数でも表れてるという以上が運命数なんですよねはい。 これをなかなかあのー、動画で上げることができなかったんですけど、えー、その運数のに関してはですねあのこちらの私の PDF の方にあのー、収録されてるやつが今の、えー、今のね、えー、動画のはあ私の PDF 化したやつにこのこちらの方にあの 収録してありますえっていう感じですね。はい。えー、ではー、次の動画は、次回は、菊花賞ですかね、えー。ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼いたします。